Video Diary January the 24th, 2018 by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan ビデオ日誌2018年1月24日寒いの？ヒロヒです。おはようございます。寒いの？ミスだこ下げるから名前でダメじゃない。何よ、さよね、あんた。ぐじぐじぐじ、寝ろ。ん？何？ん？誰がいじめたの？んと、山沢さんが意地悪した？あんた意地悪した？してないの、あの子言うけど、あの子？違う山沢さんか。そうか、もうぐじぐじ言わないの。ん？お家へ帰る？まだ帰っちゃう。今、勉強始めたばっかりだ。ね？お勉強始めたばっかりだろ。ママだおかしい。何よ。ん？ママに会いたいの？ママ？ママいるの？いないの？どこ行っちゃったの？ごめんなんか行っちゃったの？本当かわいそうな。じゃあ先生お母さんになってあげるから。いや。じゃあ林先生お父さんになってあげるから。そんならいい？本当？いやお父さんになってやるな。なんでお父さん？怖いお父さん？優しいお父さん？本当？優しいお父さん。何今日はね、なんか困る歌歌ってあげようかな。何歌ってほしいの？ん？お猿さんの歌？そんなの知らないもん。知らないもん。知らないもん、お猿さんの歌なんて。あなたたちお猿さんの歌知ってる？知らない。もうぐずぐず言わないで、お勉強しようよ。ん？ん？ここにいる子はみんないい子かって？藤沢君は優しい人？いい人？いい人だ、あの人いい人、かっこいいだろ？荻野君？あの人いい人聞いてみるか。あなたはいい人ですか？いい子だ。この人いい人だよな。そんなにお猿さん蹴っ飛ばしたりしないもん。ん？山沢さん噛みつくかって。あなた噛みつく？そうですないよ。ん？木村さんは蹴っ飛ばす？そんなことしないよ。あなたしないよね。ん？小笠原君あの人いい、かっこいいぞ。お前幼稚園でもね、何でも一番でやっちゃうんだぞな。よしよし。うん？一人？お金お兄ちゃんがいる？誰？藤沢君のお兄ちゃん？おお、いるじゃん。あいつ怖いだな。そうな。何？山田君のお兄ちゃんも来てる？よし、勉強しよう。あったか？よしよし。みんなぐずぐず言わないね。ぐずぐずまんは。いやいやよ。で、これ天才猿さんね。この猿さん頭いいんだよ。ねえ。この猿さんに、ね、うんたったもいい。ね、先生が言っただけ、数だけ泣いてくれる？よし、まずね、おさらさんね、じゃあ、おさらさんが何回泣くか聞いててくださいよ。僕は寝てるからね。3、はい。今泣いた？何回泣いた？10回。10回泣いたの？本当？泣かないと。今度はね、よし、寝てるからね。3、はい。おう、おう、今何回泣いた？20回泣いたの？20回だった？うん。本当？ごめん、今度数えてるから。あんたね、人間の子供って頭いいからさ、もっと早く泣かないと。ケッ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 ケってやる。できる？じゃあ早くやりなさいよ。早くね。よし、じゃあ今度は大沢さん早く泣くからな。早く泣くんだぞ。3、はい。うん、数えた？わからん。今何回泣いた？5回。5回だった？5回？本当？全然覚えてない。じゃあもっとたくさん泣かないと。分かった？たくさん早く泣くの。分かった？よし。3、はい。10回。何回？10回。9回じゃなかったか？10回。10回だった？10回？9回だろ？10回？10回だって。もっとたくさん泣いて。分かった？よし。じゃあ泣くからね。3、はい。
ああ、もう泣いたの。今うとうといいと思っちゃったね。今何回泣いた。19 22だった。何回泣いた。ほら、数えてなかったの、あなた。22。あなたは22。若いよね。もっともっと。終わった。よし、じゃあ行くぞ、行くぞ、行くぞ、数えてよ。3、はい。何回目だ。31だった。31だった。そうか、あなたは31だった。うん、忘れた。忘れたって僕も忘れたな。じゃあ手叩きいくよ。手出してごらん。ウォーミングアップだぞ。10叩き、最初は声出していいから。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3、はい、でもね、音は出してもいい。パチン、パチンっていくよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。できたじゃん。で、今度はね、それにお口を閉じてやる。いいね。3、はい。例えばプツって言ったのは僕だった？ほんと？ごめんなさい。じゃあ10回だぞ、10回。3、はい。できた！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 素晴らしい！じゃあ今度は20回にチャレンジ。いいな。難しいぞ。20回だぞ。20回だぞ。3、はい。どうでもポシッて聞こえたね、今な。あんまり聞こえたね、さ。もう一回20回チャレンジ。頭の中で数えろ。いくぞ。20だぞ。3、はい。20だぞ。よし。いよいよ最後。30回にチャレンジ。お口といて30回、難しいぞ。いいね、いくよ。30だぞ、30だぞ。いいか、それから山田さん、こんなのないし、音聞こえない。音出さなきゃ。いいね、音出してやるんだぞ。いいか、藤沢君も音出してやるんだぞ。30だぞ、いくぞ。3、はい。ポチって聞こえたな。よし、じゃあクイズ出してあげよう、ね、絶対にね、お兄ちゃんたちもできないクイズ。お兄ちゃん間違えるかもしれない。あれ、どこにちょっとまたクズもちょっと子供がね、2人いるの。いいか、お兄ちゃん聞いてるの。子供2人、難しいぞ。子供2人の目はね、全部でいくつでしょうかって。山田君、はい、4つ。子供は2人いるんだよ。目は全部でいくつでしょうか。4つ。藤沢君、4つだって。4つだって。2つなの。怖っ。2つなんだぞ、目。1、2。怖かっただろ。じゃあ今度、子供が2人います。目は全部でいくつでしょうか。分かる人。ん、山沢君。え、何で。え、目はいくつ。目、4つ。ん、4つ。全然自信ないだろ。答えは6つなんだ。怖いね、これ。ちょっと数えてみようか。
目はね、6つあるのこれ。今日はね、こういう話なの、怖い話なんだぞ。ね、1、2、3って。でね、藤沢君、椅子を前に引いてあげて。指挟んで痛いって言うから。そう、あの、つけ牛引けばいいから。つけ牛、2人とも。そう、カツンカツンやってるとね、指挟んでね、どっちが泣くんだよな。よし、じゃあいいか。 BW の人はどういうふうに数えるかというとね、藤沢君、1、2、3、4、5、6ってできる？3、はい、1、2、3、4、5、6。で、誰も引いた人、あなた？これ使ってる？あれ、もう使ってないの？あなたいくつ？今年5歳か、大きいね。これ使って、これ使うとね、あの、美味しいんだよ。消毒してないの。これ使ってる人はどういうふうに数えるかというとね、一つ、二つ、三つ、四つ、五つ、六つっていうの。あんたそう？あ、あんた使ってない。使ってない人はどういうふうに数えるかというと、1、2、3、4、5、6。できるか？3、はい。うまい。それでいこう。そしていい、お腹の中にいるモヤモヤ虫、イライラ虫、グズグズにみんなベーって出しちゃう。1、2っていくんだぞ。3、はい、1、2、3、4、5、6。今日ね、みんなね、お休みでね、お父さんもお母さんもみんな寝てるのよ。分かった？だからみんな元気な声で浜松中の人を起こしてあげるの。大きな声出すとみんなでびっくりして目覚ますから。分かったか？遠慮するな。日本を支えるのはお前たちなんだから。いいな？遠慮するなよ。1、2っていくぞ。3、はい。1、2、3、4、5、6。あんた？あんた？おかしい。なんかヒーって聞こえてる感じだったけど。もう一回いくよ。3、はい。1、2、3、4、5、6。うまい。で、大事なことはね、先週ちょっと言ったろ？お腹の中にね、いろんな虫がいるの。知ってる？虫、知ってる？これ木村さんの鼻くそ。山沢さんの鼻くそ。これグズグズ虫。食べてみる？グズグズ、グズグズ虫って知ってる？これ食べるとね、グズグズマンになっちゃう。欲しい？やめときなさいこれ。グズグズグズ。ピーマン嫌だもん、ぐちゃぐちゃぐちゃ。人参嫌だもん、ぐちゃぐちゃぐちゃ。ピーダブル行くの嫌だもん、ぐちゃぐちゃぐちゃ。欲しい？やめときなさい、これ。でもお腹の中にはね、そういう虫がいっぱい入ってる。だからそれをね、パーッと出しちゃうのよ。わかる？そういう時どうやってやるか言ったら、1、2、3って出しちゃうのよ。3、はい。1、2、3、4、5、6。よし、もっと出せ。3、はい。もっとパワーアップしろ。3、はい、1、2、3、4、5、6。もっとでかい声でいけ。3、はい、1、2、3、4、5、6。でも大事な勉強もあるよ。ちょっと外れるけどね、先生が何か言ったらね、いやーって言うのよ。分かった？小さい声ダメよ。いやー言ってごらん。いやー、そんなパワーじゃダメよ。もっとしっかり大きな声でいやーって。3、はい、いやー。よし、先生が何か言ったら、いやーって言うんだぞ。いいな。ゴキブリの天ぷら食べる？いやー。ミミズのうんちの唐揚げ食べる？いやー。林先生の鼻くそ団子食べる？いやー。そうだね、もっとしっかり、いやーって言わなきゃ。わかった？じゃあ、お猿さんのうんちの団子食べる？いやー。じゃあ他誰だよ。ちょっとおじさんと遊びに行く？いやー。ちょっと車に乗ってよ。いやー。ちょっと道教えてよ。いやー。お菓子買ってあげるから。いやー。美味しいもん買ってあげるから。いやー。パルパル連れてあげるから。いやー。タバコ吸ってみる？いやー。ちょっとコンビニの前行こうよ。いやー。ちょっと道教えてよ。いやー。お菓子買ってあげるから。いやー。おじさんとちょっと行こうよ。いやー。車乗ってよ。いやー。ちょっと行こうよ。いやー。よし、それで行こう。
言えないやつがいけんだよな。疲れた？疲れた。疲れた人はね、これパーってこれ入れればいいから、貸してあげて。疲れた？これね、先生はもう必需品なの。こうやってね、これにマジックキッ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 つけるでしょ。これでね。ブッハ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 な、元気になったでしょ。それが先生、これで勉強するからいい。子供が一人います。目はいくつですか？2。子供が二人います。目はいくつですか？4。何？4。子供が三人います。目はいくつですか？子供は三人だよ。目は全部いくつ？6。何だって？6ね、6、はい。で、子供が4人いますよ。目は全部はげー。なんだって？ごめんなさい、よく聞こえないんだな。なんだって？はげー。9ね、はい、9。はげー。なんだって？はげー。今日は寒いね。そうそう、今日寒いな。よく来てくれたね、今日休みなのに。あと3人見てるの見ても今日休んでよ。あんた、お客さんも休んでこいへんのな。あんたたちありがとうね。目はいくつだって全部は。トイレ？行ってらっしゃい。トイレじゃないの？本当？ちょっとパワー入れるね。音よく聞こえないから。よし、これでいい。目は全部でいくつだって？8。そうだ、8だ。あんた素晴らしい。あんた先週来て初めてな、来て。おめえたち負けちゃったじゃねえかよ、お前。1、2っていくぞ、3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、あれ、もう見なかったかな。先生、目いっぱい作ってたつもりだったんだけどね。じゃあね、お母さんが2個ずつ、青いのなんだろう、ぶどうをくれました。2個ずつぶどうをくれました。ぶどうは全部で1回手あげるし、あくびしたわね。あくびをするとこのボールが飛んでくるよ。分かった？ BW 怖いんだから。あくび禁止よ。あのお兄ちゃんもしょっちゅうあくびしててね、昔ボール投げつけられて覚えてるか？逆にあくびしようかな。そうか。3、はい、1、2、3、4。ここか。こういったら見てない。分かった？3、はい、1、2、3、4、5。誰でもこう言ったの。あ、僕？本当にもう。最近ちょっとよくねえんだな。お母さんが2個ずつくれました。全部で何個になってしか教えてくれしょ。はい。木村さん上手に手上がってる。全部でいくつ？6。2が3つ、言える3、はい。2が3つ。で、いくつになるかというと、数えるよ、3、はい。1、2、3、4、5、6。6になるの。じゃあ今度は、3が2つ。あ、3が2つ。あ、3が2つ。あ、3が2つ。で、いくつになるでしょうか、教えてくれました。はい、はい。3が。6。スーパー、みんな手叩いたのに。すごいね。あんた持ちますよ、本当は。知ってる。うん？お兄ちゃんなんか簡単に任しちゃうでしょ。すごいな。もう一回手叩いてあげてよ、さん。かっこいいね。6か、これ本当に。6。じゃあ数えてみるよ、さん。はい。1、2、3、4、5、6。おお、6か。3が3つ。あ、3が3つ。3が3つでは、いくつになるでしょうか？はい、はい、あ、いいのか。11。素晴らしい、これ11の。いいの、11で人生変わりやしねえから。11だ、これ。3、はい。
の十一。違う。いいの十一で。一歩多くしてるの。ね、知らない。そんなそんなのしないの。十一だもんね、おいの君。知ってる。ほら、おいの君十一だってんだもん。知ってる。僕いいのそんなどうでもいい。人生変わりはしないよ。ね、人生50になっても60になっても死者50はみんな同じよ、あの行きよ。いいな。4が2つ、3、はい。4が2つ。な、4が2つではいくつになるでしょうか、教えてください。はい、山田さん。4が2つでいくつ？8。8はやめた方がいい。8はやめた方がいい。8。8？いくつ？九。九なのよ。八。いいの九。八。八。八。本当？じゃあ数えてみる。三。はい。一、二、三、四、五、六、七、八。ほら九じゃないね。いいな。いいな。そういうこと言うと女の子に嫌われるぞお前。いいね、女の子が急だったら、あ、そうだね、今から練習しておけ、まあ、夫婦生活の。分かったか？うちなんかしょっちゅうやってんだよ。いくつだって、山田さん。4が2っていくつ？ 8。 8になっちゃったの。恨みちゃダメだよ、それで9でいいんだから。もう木村さんいくつ？ 8。 いくつ？ 8。 藤沢君いくつ？ 8。 これ8か、本当に。大人はね、こういうの使うのよ。8じゃん。8だよ、これ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8。4が3つ。4が3つ。4が3つでは。いくつですか、教えて。おまさん。9か。9？ よし、数えてみよう。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9だ。素晴らしい。9だな。いいこと言えるよ。何？いいじゃない。わかるだろ？今度、お前がそういう自分がそういう立場になった時に。罰が悪いだろ。だからあんまり他人を責めちゃいけねえの。分かった？人生の教訓を覚えてけ。老子がそう言ってんだから。いいな？これちょっと違いすぎるよお前。だなおしょうがないじゃん。これはどうやって救助するよお前。これいくつ全部で？4が3つで。12。え？12。何？12。なおしょうがないんだね。12、9と言われると。よし、これ数えるか。先生もわかんねえ。1、2っていくぞ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12なのよ。わかった？よし。じゃあ聞きます。4が1つではいくつですか？いいか、手上げたら決まるか。ちゃんと知ってるか？見たもんね、手上げたらなんだぞ。手上げたるさん。手上げたるさんが、手を上げるのが得意なの。何？そうだよ。今日ね、みんな寝てあげる時してんだけど休みそういうからな。うん。ええ。うん、あの AKB48 来てないな、今日な。うん。まあいいや。いいか、先生分かった人いたら、なんていうの？ほい。ほいじゃない。はいっていうの。えい。へいじゃない。はい。へい。へいじゃない。はい。はい。よし、それでさ。いいな。分かった人って聞いたら、1、2、の3、はいって言ったら。できる？1、2、の3、はい。はい。で、早くやるのぞ。先生もいるからな、うん、誰が上手か下手か見てねよ、うん、1、2、3、はい、下手くそな人一人いる、うん、下手くそな人、うん、誰、林宏、うん、この人、うん、本当僕上手やったけどな。もう一回いくよ。1、2、3、はい、あの横の子かっこいい、うんうん、かっこいい、うん、本当あの藤沢くんちゅう兄ちゃん知ってる？うん、いつも遊んでる？うん、ほんと？うん、じゃあ行くよ、もう一回。1、2、の3、はい、はい、いいか、腹から声出せ。1、2、の3、はい、はい、ほんとかっこいいな。じゃあ行くぞ、まあ、人間に負けるんじゃないぞ、終わったな。人間はね、
あちこちね、めちゃめちゃ壊してばっかりいるから。一二の三。はい。おお、上手だな。はい。みんな上手だね。うん。おお、逃げることもなかなかやるな、おい。一二の三。はい。よし。そうやってやってよ。な、また見ててよ。な、はい。あんた友達置いててダメだよ。いいか。四が一つではいくつですか、教えてくれる人。はい。藤沢くん。四。四。四が二つではいくつですか、教えてくれる人。はい。木村さん。八。四が三つでは、四が三つでは名誉挽回。小笠原くん。十二。十二だったらしい。四が四つではいくつですか、教えてくれる人。はい。おいなら。十六。先生もわかんねえんだよ、これ。本当のこと言うとな。もうね、これぐちゃぐちゃじゃない、頭が。16。数えてみるか、みんな。1、2って言ってくださいよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、9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 8、89、90、91、
16だったな。素晴らしい。あんた先生が分からんことだって分かるんだぞ。いいことなんだぞ。じゃあ早く言ってよ。2が1っては、2が2っては、4、2が3つでは、8、え、6、何、6だな。2が3つは6、じゃあ2が4つでは、8、何、8、2が5つっては、10かしら、10だね、10、よし。じゃあその次行こうか。今度難しいよ。車が1台走ってきました。ブーッ、タイヤはね、全部でいくつあるか知ってる？ 2じゃないんだよ、4なんだよね。だって向こうに 見えないからね。4か、1、2、3、4、4だよ。 4かあるんだよ。そしたらね、もう1台車が来たの。ブブーブブブブーキー、こうなるとタイヤは全部で8個、いくつ？8個、2回ずつ数えればいいんだ。1、2、3、4、5、6、7、8、誰も8いった人？はい。あんたすごいね。あんたも8いった？ほんと。じゃあ今度難しいよ。ブブー、車が3台行きました。そうしますと、タイヤは全部でいくつになるでしょう？はい。もう分かった？分かった？9じゃないよ。あいつあくびじゃなくて。よし。よし、タイヤは全部でいくつでなるか。はい、はい、12 12だ、すごい。みんな手叩いたんですよ。これね、本当はね、あんただけにね、秘密を教えてあげるとね、この計算機はね、ホグワーツって知ってる？あ、知らない。グリフィンドールとかいう。グリフィンドールって知ってる？ハリーペッターと書いてある。ハリーペッターって知ってる？これ魔法の計算機なの。それでね、みんながね、大人になったらね、どうなるかこれでね、計算すると分かっちゃう。小笠原くん、小笠原なんて名前？うんちゃん？小笠原なんて名前？ゆうか。小笠原ゆうか。なんて、20年後見てあげようか。20年後はどうなってるか。うわー、かっこいい。ほんと素敵だぞ、ママ。20年後にね、大人になるとね、あなたはね、浜松で一番素敵な人になってね、今日はね、県知事さんにね、褒めてもらってね、みんなと一緒にね、食事をすることになっている。すごいね。他に調べてほしい人、ピザ君調べてあげようか。え、ウイナ君調べてあげようか。どうして怖い？山沢さん教えてあげようか。木村さん知りたい？知りたくない？じゃあ林先生の10年後見てあげようか、ね。林ヒーロー氏の10年後は、聞きたいか？ボケ老人になってね。
おしっこを漏らしてるって。林博士の20年後は。聞きたい？やめとこう。まだ人の子がそんな嬉しいのか？聞きたいのか？死んでね。孤独死。ミイラになって死んでるって。嘘ついて。本当だってお前、間違いない 60% そうなるんだよお前。な、人生真っ暗よ。何にも分かりくだない。生きてたってしゃあねえじゃない。つまんねえな。じゃあいくよ。2が1つで。2が2つで。4。2が3つで。6。2が4つで。8。2が5つで。10。2が6つで。12。2が7つで。14。14。2が8つで。2が8つで。何？16。ちょっと難しいな。はい、じゃあ今度手でいこう。手が1本で指は何本ありますか？5。5本。5本。OK。手が2本で指は5本。では手が2本で指は何本ですか？10。10。じゃあ数えてみようか。1、2って言うんだよ。BW の人は1、2。まだね、ママのおっぱい飲んでる人は1、チュって言えばいいから。分かった？いいんだよ。隠さなくて。ね。嘘言っちゃいけませんよ。1、2って言うよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。手が3本で指はいくつですか？20。ん？ 20! これでもう20になっちゃう？ 20 ならないんだよ、これ。数えてみようか。15!15、分かんないけど。15。いくつ？15。15か？20？僕20でいい、20。な、少ないより多い方がいいんだ。これ20だよ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。素晴らしい！少数拝見、素晴らしい。な。5が2つで。ズル。ズルだった？ズル！ズルだって見に行ってるから、ごめんな。ここに教室うるせえんだよ。じゃあいくよ、3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15でした。15だったね。ごめんな。みんな15って読むんです。じゃあ5が2つではいくつになりますか？教えてくれる人。はい！まあ、手が合ってる。忘れたのか？5が2つで、いくつになりますか？教えてください。伊沢君。5。10。5は2つあるんだぞ。5が10。10だね。10。僕も10だと思う。な。これ難しいよ。はい。分かった？6が2つでいくつになりますか？教えてくれる人。はい。はい。おー、素晴らしい。伊沢君。目ばっかり。11。11？なあ、違う。やっぱ違わないんだけど、だって間違うんだから。違うって言葉も好きなんだよ、先生な。12。いくつ？12。え？11。11か。頑張る。12。あんたすごいんだぞ、お前。11、11で頑張るとかすごい。な？みんなが12だと言っても、あの人は11で頑張る。素晴らしい。その根性忘れるな。いいな。お前の兄ちゃんそれもしっかり持ってるからな。気をつけろあれ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11。あれ？ 12 だったな。な。今度、頭で数えてよ。じゃあ今度、難しいぞ。いいか、こっち見ると。7が2つ。7が2つ。さあ、いくつでしょう。はい。さては、いくつでしょうか。一級士だな、お前たち2人で。小笠原君。15。15か。15。じゃあ数えてみるか。いくぞ。3、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。出ちゃったな。あんたいつも送るんだ。いいんだ、それな。お金持ちになれるぞ。じゃあ今度、8が2つ。8が2つ。はい。一
九死だな、じゃあ、ふざぐ。いくつ16だ。意見が一致しましたね。これでめでたし平和。わかったか、仲良くやろう。さあ、はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16。おめでたし、めでたし。よし、めでたし。はい。じゃあ、聞くよ。いい？お皿の上に2個ずつリンゴが乗っています。リンゴは全部でいくつになりますか？みんな言ってから何？6。何言って？6。あ、やって聞こえた。ね、2、2、2で6になるんだ。ね、2が3つ。3、はい。2が3つ。よし。じゃあね、鉛筆を。改めまして、ビデオダイアリー Today This Week です。今日この頃というテーマで考えてみたいと思います。今ご覧いただきましたのが私のかつての幼児教室です。2016年の3月に閉鎖しました。で、それを見ながらですね、つまりは今皆さんにこうしてご覧いただいていることについてですね、私は大変嬉しく思います。というのもですね、この謎の点と線、つまり別バージョンの人間史という動画を発表するようになって、まあ率直に言えばね、教育評論家としての立場地位を失いました。と同時に、多分ですよ、それは私が直接知っているわけじゃありませんけども、親たちの間でですね、あの林浩は頭がおかしいというような印象をですね、どこかで与えてしまったのではないかと考えています。そのため、まあ、2012年以降ですね、ちょうど私がこうした動画を発表するようになってからですけども、生徒さんがどん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 減っていきましてですね、まあ最後の1、2年はですね、部屋代を払うだけが精一杯というような状況になってきたわけです。それでまあ1年ぐらい頑張ったんですけども、2016年の3月に閉鎖しました。で、まあ、私はですね、それまでに教室の様子をですね、まあ、こういう形で動画に残したわけです。まあ、一つにはですね、私はすべてオリジナルで、オリジナルのカリキュラムで、年齢に関係なくですね、幼児に確率を教えたり、まあ、今日のテーマのように掛け算を教えたりしてきたわけです。教え方によってですね、できるんですよ。日本のね、硬直した教育カリキュラムではですね、積み重ね方式といいまして、まず足し算、引き算、一桁、二桁というような感じで積み重ねていくんですけども、そういう陳腐な教育ではなくて、今ご覧いただきましたように、年中児、幼稚園のね、5歳児でも、まあ、なんて言いますか、教えれば掛け算を理解するようになるわけですよね。で、それは内容が難しいとか簡単であるとかというのは、それは学者の先生の判断であって、問題は教え方なんですよ。で、そういうことを私は実践してきました。まあ、しかし全く外に向かってね、コマーシャルを出さないっていうのは私の基本的な姿勢だったんですけども、なんて言いますか、こういう時代遅れのやり方というのは今の世相と言いますか、世間では受け入れられないんですよね。
ですから、ね、私の教室の生徒さんはほとんどがみんな口コミだったんですよね。口コミというか、その教えた子供の、また子供という感じね、いわゆる、まあ、お父さんお母さんがですね、昔学んでくださって、そして自分の息子も娘という生徒さんか、あるいはお兄ちゃんお姉ちゃんを教えてですね、その弟妹というほとんどがそういう構成になった、なっていたわけですね。まあ、そこへ、まあ別バージョンの人間史が入ってきたもんですから、まあ、この世界といいますかね、教育の世界の怖いところはですね、口コミなんですよ。早いですよ。その電撃のごとくというのはですね、うちは私の場合は全三冠授業を貫いてきましたでしょ。ですからその親たち同士がですね、友達になったり一緒にお茶を飲んだりというようなコミュニケーションの場ができるわけです。それがですね、まあそういったそのコミュニケーションを通してですね、あの林は頭がおかしいというような感じでの、まあその噂が立ちますとね、もう本当に早いんですよ。逆に言いますとね、こういうことも言えるんですよ。私、幼児教育をこの浜松市の中心部で45年近くやってきたわけですけども、無事やってきたということ自体がですね、いいですか、無事やってきたこと自体がですね、つまりは私自身に何ら問題がなかったということになるのではないでしょうか。まあね、その後頭おかしいというふうに言われるようになりましたけども、まあ、本当に面と向かって言ったのはですね、お笑い番組のね、お笑いタレントの王という、まあ、大変有名な司会者の男がですね、テレビ番組収録中にですね、私に向かって「さん、あんた頭おかしいや」って大声で叫びましたね。私から見ればそっちの方がよっぽど頭おかしく見えたんですけどもね。まあいいんですけども、それ一例だけなんですよ。まあ実際にだからどのように言われていたかは知りませんけども、まあそういう感じだったんですよね。ですから、まあそれ以後はですね、まあ今先ほど言いましたように、私の教室は閉鎖に追い込まれましたね。まあしかし逆に言いますとね、40数年間無事にやってきたということは、おかしな噂を立てることもなくですね、はい、貧困法制にやってきたということになるのではないでしょうか、という意味でね、まあ私をですね、逆評価していただければ嬉しいと思います、というような、まあ、愚痴っぽい話はよしにしてですね、ともかくも私が先ほど言いましたように嬉しいなと思うのはですね、まあそれで2016年の3月に終わったと。今ご覧いただいているって言いますかね、先ほどご覧いただきました教材も全部大きなね、本当にあれですよ、大きなね、ありますよ、ちょっとトラックで運ぶ大きなゴミ箱ね、あれいっぱい分あったんですよ、教材が。全部処分して捨てました。というのはですね、私は毎年違った授業をするっていうのも私のやり方なんですよね。ですから、まあ、教材の流用ということはしないんですよ。しかし、まあ、そういう教材がですね、ロッカーで3ロッカー分もぎっしり詰まって、それ以外にもね、いろんな教材本などがありましたんですけども、それを全部処分しました。寂しかったですよ。まあまさに定年退職ということになったわけですけども、その時にまあしみじみとね、私が思ったのはですね、まあ私のしてきたことはこれで消えてしまうんだな、もう誰にも見てもらうことはないんだな、というような感じで自分の人生の大半に幕を下ろしたわけであります。もちろんそれだけではありませんでしたけどもね、教材も作ってきましたし、教材ということは市販のね、百科事典も作りましたし、いろんなことやってきたんですよ。まあだけどもね、まあそれも消えるわけですよね。生徒あっての私ですから、要するに生徒あっての教育者ですからね。まあ要するに教育評論家っていうのも看板を外したわけです。で、私は2016年の3月に幕を閉めたわけですけども、あの切ない思いっていうのはやっぱり挫折感、敗北感でしょうね。はあ、終わったなって感じでね、後継者もいないし、あとね、引き継いでくれる人もいないしって感じで、まあ終わったわけですがですね、今日皆さんに多分ご覧いただいた
通りですけども ご覧いただけたということは私にとっては喜びなんですよね。いわゆるリザラクションですよ。復活なんですね皆さん、まさしくイエス・キリストの復活とはもう比較にならないほどって言いますかね、それは全然比較になりませんけども、まるでまあはい、まあ同じ言葉を使ってしまいましたのでね、リザラクションですよ、復活ですよ。要するにね、復活したわけですよね。そしてまたそのこの2010、まあ今のは2014年かな、あの日付が入ってますけども、その頃のその動画なんですけどもね、まあ、最初見ていただいたのはね、そうですね、その当時のお子さんのことよく覚えてますからね、生徒さんのことよく覚えてますから、でまあそのはいということなんですけども、その当時発表した当時はですね、1年経っても2年経ってもアクセス数はまあ2桁20とか30レベルだったんですよね。1年かかって20、30、まあ、YouTube に、ね、今ものすごく競争が激しいですから、まあ、その後ね、幼児教室の人たちがもう運用の竹の子のようにってなんて言うと怒られますけども、もうみんながね、我も我もとその幼児教育の幼児教室の様子をですね、大手もまあ中小もね、そして個人塾も今いっぱい出してますからね、まあ、当時はいなかったですよ、私以外にはいなかったですよ、あのはい、まあいいんですけども、まあ、そんなこと言ってもね、まあ、やっぱり愚痴になりますよね。まあいいんですけどもね、そのことは。ともかく私に言いたいのはですね、当時はまあ1年かかって20、30というようなアクセス数しかなかったんですけども、今はこうしてね、皆さんにお届けするとですね、まあ1日か2日の間には500件を超えるわけですよね。それが私嬉しいんですよ。というのはですね、今言いましたように、どこかにね、こう復活したんだというような、喜びがあるわけですね。ですから私ね、ご覧になっている通りに、その幼児教室の部分についてはですね、コマーシャルを一切つけてないんですよ。まあコマーシャルつけてないんですよね。ですからまあコマーシャルなしで、あの当時はですよ、今つけてますけどもね、皆さんが1回アクセスしてくださいますと、0.1 円の、まあ、あの収入が入ります。ですから1日2万件の、ね、アクセスがあれば、最も大変寂しい話ですけども、1日現在のところですね、2000円弱の収入が入るんですよ。2000円ですよ、皆さん、厳しいですね。あ、まあいいんです、お金の問題じゃありませんのでね。で、私はですね、まあ、その幼児教室の動画を出すときにですね、まあ古いやったとお思いでしょうけども、まあ、要するに幼児教室をですね、動画に載せてくださるだけでもありがたいことだということで、私はいいです。YouTube さん、儲けてくださいよ。ってな感じでね、コマーシャルは載せなかったんですよ。今も載せてませんよ。それでも、1年で20件あればいい方、30件あれば御の字というような感じでのアクセス数でしたね。ところが、こうして、謎の点と線、別バージョンの人間史を発表するようになって、まあ今ね、ビデオ代理の方で、時々、その、なんて言いますか、こうして皆さんにかつての幼児教室の様子をですね、見ていただいたくとですね、コメント数も多くなりましたしね、あの前はそんなコメントしてくださる方もいらっしゃらなかったんですけども、今はね、あのこういう教室で学ばせたかったとかね、私もこういう教室で学びたかったとかね、まあ、本当にもう身に余るって言いますか、本当に光栄なコメントを書いていただいてますけども、そういう反応が出てきたということなんですよね。それは私にとってはとっても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 嬉しいことなんですね。つまりですね、私が40数年間してきたことは消えてしまうこともなく無駄じゃなかったんだって言ってね、オーストラリアの幼児教室の先生からですね、先日コメントが入りましてね、あなたのやり方を私のその教育機関でも真似させていただきますっていうような感じでね、いいですかっていうような連絡がありましたので、どうぞどうぞ使ってください、もう使っていただければ光栄ですなんて感じでね、返事を書きましたけども、要するに教材をこういう形で作ってですね、そしてあとは先生の技量と努力でね、アドリブ的に幼児を引っ張っていくと、まあ、そういうやり方なんですね。と同時に、まあ、教育カリクラムの壁を取るということですね。あの今の教育制度っていうのは、ね、基本的にはですね、権威者というのが頂点にいてですね、その権威者があの、まあ、カリキュラムを作るわけです。
ですから例えば皆さんがね中学高校で学んだ英語数学にしてもですね、将来数学者になるためにはとっても素晴らしい教育体系を持っているんですよ。英語についてもそうでしょ。将来文法学者になるためには英語のですよ、文法学者になるためにはとっても素晴らしい教育体系になっているんですよ。国語の文法にしてもそうでしょ。将来国語の文法学者になるためにはとっても素晴らしい教育体系になっているんですよ。がしかし何にも役に立たないんでしょ。皆さんご存知の通りです。何にも役に立たないです。あんなの学んだって、そのあたりを気がついてないんですね。いわゆるそのなんて言いますか、子供の視点に立った教育というものをやってないわけですよ。まあ全く役に立ちませんよ。英語がいい例でしょ。私なんかもそうだったけど、今でもそうですけどもね、全く役に立たない。まあいいんですけども、そういうことをやりながらそれが教育だと思い込んでしまっている。そしてそれがまあね、私たちの受け取る側の方も教育だと思い込んでしまっている。ですから小学校入ると同時に止めはね払い掛け順なんてやるもんだから、もう子どもたちはもうね国語嫌いなんてのはどんどん出てきてしまう。中学生でもそうでしょ。1年生になるときにはみんな英語が大好きだと思って入るんだけども、1年生の中学でですよ、1年生の終わる頃にはみんな嫌いになって、わからないで終わっていくんですよね。はい、あのね、アメリカでもオーストラリアでもね、文法だとかね、そんなの全然無視ですよ。分かればいいという考え方なんですよ。それそうでしょう。移民国家ですから。広い言葉っていうのは分かればいいんだよ。分かればいいっていうのは彼らの言い草ですね。本当にそうなんですよ。ところが日本では、はい、S が押した、A が A になった、これは複数形にしちゃまずいんだ。そういうことを注意してくる人は、未だに私の動画でも多いんですよ。この前もインフォメーションズと書いたらね、これはその数えられない名詞だからインフォメーションズはおかしいですって、こんまっかい重箱の底をほじくり返すのことを言ってくる。それが英語だと思い込んでる。小学1年生の時から止めはね払い書き順なんて叩き込まれるもんですから、文章の部の字も書けないような作文もできないような人たちがそういうことを言うわけですよね。ですからまあ小学校 3,4 年生の子供たちアンケート調査を取るまでもなく、作文大嫌いっていう子供が 90% いるんですよ。そういう現実を皆さんご存知ですか、というような愚痴っぽい話をしましてですね、私が言いたいのは、私は自分なりに革新的な教育を目指してやって実践してきたわけですよ。ところが世間では全く受け入れてくれませんでしたね。それはもうそういうもんなんですよ。日本人自身が権威主義に毒されてますから、私のやってることは教育じゃないんだっていうような感じで、まあね、いくら募集してもダメなんですよね。ですからまあ私の過去のね生徒さんたちがですね、やっぱり林浩司の教育がいいんだということで、自分の息子さんや娘さんを私の教室に起こしてくださる。ですから私の教室の、まあ、生徒の8割はつまりそういう方たちだったんですよ。まあ、それは私にとっては勲章のようなもんだったんですけどもね。しかしまあ、最初に言いましたように、まあ、この、ね、UFO だとかエイリアンだとか神々って話になりますと、まあ、本当にね、あのお笑い番組、バラエティ番組が本当に荒らしまくってますからね、今でも。とんでもないことばーか言ってますからね。ですからそういうのと同じレベルで考えるわけですよね。考えられたんでしょうね。まあ、要するに、まあ、おかしな人ということになったんでしょうね。教育者らしからぬということになって、うちの娘や息子がね、そういうものに染まってはいけないんだという、まあ、そこら辺でね、まあ、はい、ってことが、ブレーキがかかったんでしょうね。まあ、わかりません、それのことは私はね。まあ、ともかくも、事実として激減して、まあ、閉鎖に追い込まれたわけですけども、そうした自分がですね、してきたことが、今はこういう形で復活したわけですね。ですから、今日もね、まあ、最初にそれを見ていただこうと思いましてご覧いただきましたと同時にね、それはあのもう一つはですね、やっぱり私自身もですね、どこか林浩司と言いますとですね、何かしらこう気難しいね、なんかこうへんちくりんなね、わけのわからないその難しい人間だと思っている方がなんかね多いみたいな感じがしてきましたのでね、いや私はそうじゃないんだよと、本当はこういうなんて言いますか、楽しく明るく明らかんでね、まあ、素直な人間なんだよということをですね、
もう一度皆さんに見ていただきたいと思いまして、まあ、逆のね、逆の、まあ、その、いわゆるね、その逆って言いますかね、実はその、塾教師の林浩は変なことやってるでなくて、堅物のね、林浩もこういう面があるんだよという意味での逆ですよね。逆の部分を見ていただきたいと思いましたので、まあ、今はね、そういう部分を紹介しながら見ていただいているわけですけども、まあ、はい、いかがなものでしょうか。まあ、それが私にとっては嬉しいわけですよね。繰り返しになりますけども、今日ね、こういう形で、まあね、動画を発表すればですね、多分この辺りまで何百人って方が見てくださるわけです。何百人ですよ、皆さん。ねえ。はい。すごいことじゃないですか。本当に一つの教室をね、1時間やったような感じでの広報がね、できるということです。つまり私は、林浩、幼児教室の塾教師、林浩が復活したわけです。そして皆さんの中にね、小さなお子さんいらっしゃったら、うちの息子や娘に見せてやろうっていうふうに考えてくださる人がいたらですね、さらにさらに嬉しいわけですよね。はあ、やったぞってな感じですよね。まあ話広がりますけども、つい先日チャンネル登録者の方が3万2千人を超えました。 32K ということになるわけですよね。 30K 超えますとね、またいろんなね、 YouTube の場合特権が与えられるんですよ。まあね、あまりそのことを詳しく話しちゃいけないことになってますけども、 30K 超えますとまたいろんな特権がね、多分そうでない方たちにはまあ、そういうそうでないようなその特権がですね、まあ、私たち、まあ、私が私に与えられるわけですけども、まあ、32K を超えましてね、さらになんかね、なんかね、100K を超えますとさらに素晴らしい特権が与えられるみたいですね。特権ということは普通では入らない情報というのがどんどん入ってくるようになるんですよ。まあそれはね、詳しくは分かりませんけども、20K ぐらい超えた時にそういうこと一度ありましたね。そしてその中で審査に通りますと、いわゆる YouTube パートナーシップメンバーに、まあ、選ばれるわけですよね。で、まあ、私表紙に YouTube パートナーシップメンバーズ verified された、verified、認証されたという意味でね、まあ、書かせていただいてますけども、まあ、そういうこともありまして、つい先日ね、2、3日前ですけども 32K を超えました。まあ、数がどうってことじゃありませんけどもね、つまりそういう形でですね、私のやってることがですね、より多くの方に理解し、そしてまあいただけるということですね。で、私のやってることが、まあ、その 32K になったということはですね、というのはこういう動画の場合はですね、やはりそのおかしなものっていうのはどん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 淘汰されていくんですよね。淘汰されるということは淘汰されるんですよね。そういうのをくぐり抜けてきたというなんか変な感じに与えられるかもしれませんけども、まあやってきたということでね、32K になったということは、それ自体がですね、まあある程度ね、世間的に受け入れられたんだということになるわけですね。で、またさらにですね、嬉しいことに、最近は外国のね、専門家の方からのコメントが大変多くなりました。毎日一つずつ入るって感じでね、今のところ一つか二つですけども、まあ、文章というのは、ね、読めば分かりますからね。本当に専門家、まあ、一昨日ぐらいはインドの、ね、研究家の方からも連絡がありましたし、まあ、私はこういう研究をしてるんだけども私のブログを見てほしいというような感じで、フランス人の方も入りましたしね、フランス語で全部書いてありました。そうですね、フランス語ですね。そして一昨日でしたかね、さらに嬉しいことにね、フランス人の、まあ、方からね、私は英語と日本語でやってますでしょ。ですからそれにその最初と最後にね、フランス語のその案内も入れたらいいと言ってですね、わざわざそのフランス語でね、ずっとそうですね、全部で45行か50行ぐらいのね、こう案内文と言いますかね、それを書いてきてくださったフランス人現地の方もいらっしゃいます。まあかなり書くことに自信のある、まあ、作家タイプの方だと思いますけどもね、そこまでやってくださるというのはね、わざわざ文章を書いて送ってくださいました。そういう形でですね、なんて言いますか、世界にこう、なんて言いますかね、訴えられるということは、まあ、まさしく私にとっては夢物語だったんですよね。日本で本出しても売れない。まあ、3000部止まり、よくて1万部って感じでね、出しても出しても売れない。
一冊売るのに半年かかる、一年かかる、場合によっては売れ残るって感じでね、いつになったら、いつになったらと思ってたんですけども、そういう形で外国の方にね、ヒロシ・ハヤシのね、名前が出てくることができるようになりました。それがね、私にとってはとっても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 嬉しいんですよね。まあ、要するに、ということはですね、これも皆さんのやっぱりおかげなんですけども、私を支えてくださった方ですね。本当に心から感謝し申し上げたいと思います。本当に協力、皆さんの協力があったがゆえにね、ここまで頑張ることができました。ありがとうございました。今の今日もね、もう朝起きるとコメントを見るんですけども、もう10通、15通の YouTube の、ね、書き込みの方にいろんな励ましの言葉が書いてあります。それを読むのがね、朝起きてね、今日も5時ごろ起きて寒いもんですからね、布団の中で読まさせていただきましたけども、それが今日の、今日というかこのところにずっと毎日の日課になってます。それでね、大変嬉しい分があるときにはですね、横で寝ているワイフをね、あしてポン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 蹴飛ばしてね、おい、読みよって言ってね、一緒に読んでもらっています。まあ、その後ね、寒いもんですからね、布団の中でもぞもぞいつも1時間ほど過ごすんですけどもね、まあ、夏場だったらね、パッと起きて、はい、ってことをするんですけども、まあ、ということで、ここまでくだらない話になってきましたので、そろそろ動画、ビデオであり終わりますけども、まあ、今日はね、そういうことで、皆さんにね、まあ、いつもの繰り返しになりますけども、感謝の気持ちを伝えたかったということと、まあ、逆にね、林博士はそんな難しい人間じゃありませんよということの逆にね、幼児教師の動画を見て、ここのところこれからしばらくちょっと続けてみようかなと思ってますけどもね、まあ、明るい気分で、爽やかな気分で、今日も一日過ごしたいと思います。私のね、動画を見て、どうか元気になってください。明るくなってください。爽やかになってください。というような気持ちがあります。それでは皆さん、今日のビデオ代理、これで終わります。バイ。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？この辺りには谷のようなものも描かれています。そして中央には大きな影ができています。私はこれを岩と判断しました。注意深くご覧ください。これは絵なのでしょうか？それとも写真なのでしょうか？一見すると絵のように見えますが、実際には写真のように精緻に描かれているのはわかります。黒い影ができています。光は先ほども言いましたように、右上上方から来ています。下が実際の火星の表面を撮った写真です。比べてみてください。岩がゴロゴロしています。そして大きな岩があります。少し目を細めていただきますと、写真であることがよくわかります。つまり、この絵を描いた人は、まあ一応レオナルド・ダ・ヴィンチということになっていますが、1500年後のイエスは、このようにしてアイルワースのモナリザの背景に火星の表面を描き込みました。中央にそれが見えます。中央にそれが見えます。下は実際の火星の写真です。比べてみてください。大変その様子がよく似ているのがわかります。白黒にしてみますと、その雰囲気がよくわかります。つまり、繰り返しになりますが、1500年後のイエスは、このような形で、アイルワースのモナリザの背景に火星を描き込みました。ここには、谷のようなものも描かれています。一見雑なようですけども、極めて精緻に描かれているのはわかります。絵の具のひび割れ部分を少し薄くしてみました。皆さん自身で確認してください。これは絵ではなく、写真であると私、林博士は判断しました。つまり、写真をそのままこういう形で絵の中に写し込んだということになります。
なぜこんなことをしたか。いつか私のような人間がですね、これを、それを、その、この事実を発見して、そして、まあ、1500年後のイエスをですね、再確認するためではなかったかと、私、林浩司は判断しています。つまり、1500年後のイエスの私たちに対するメッセージであるということになります。が、これだけではまだ皆さんは満足なさいませんね。で、私も同じようにその絵を描いてみました。キャンバスの上に実際の写真を置き、ややぼかしを入れて、そして薄くします。こうすれば同じような絵が描けるということになります。技術的には大変稚拙ですけども、手法は同じかと思います。上がアイルワースのモナリザの中に描かれた岩山です。下が実際の火星の表面の岩の様子です。注意深くご覧ください。そして色を落としてみますと、まあ同じようであるとしか言いようがありませんね。全く同じ場所を探すことは、これは不可能かと思われます。上が絵です。絵と言われています。下が写真です。アイルワースのモナリザの背景に描かれている赤い大地は夕日を受けて赤くなっているのではないかとも考えられます。しかし夕日で赤くなるのは海とか湖とかその光を反射するところだけです。大地は黒くなります。自然観察をしてみるとそれがよくわかります。もちろん、この地球にも崖はいくらでもあります。1500年後のイエスは、そうした崖の一つを描いたとも考えられます。そこで、この絵に描かれている崖とよく似た崖の写真を集めてみました。確かによく似ています。しかし、似て非なる。という感じですね。似ているけども、どこか様子が違います。例えばこの崖を見ていただくとわかりますように、アイルワースのモナリザの中に描かれている崖は、内側に鋭角に曲がっています。私が探したところ、このような崖は、この地球には見当たりませんでした。で、本題です。もう一度アイルワースのモナリザの絵を見てください。そしてその背景に描かれている風景の影の方向に注意してください。光は右上上方から来ています。で、左のこの物体は何かということですけども、ここで私は前回下半分は影だと言いましたけども、やはりこれは影ではありません。上下正確に、線対称になっています。この白い部分で上と下が線対称になっているということですね。光は右上上方から来ていますから、もしこれが影であるならば、影は左下へと伸びているはずです。そして色温度を上げてみますと、美しい緑が見えてきます。これは何なのでしょうか？実は最近、次々と分かってきたことなのですけども、どうやら火星にも植物があるらしいということが分かってきました。一説によれば、サボテンに似た植物もあるらしいということが分かってきました。そしてこの写真に注意してください。これは NASA が公開した写真です。アリゾナ大学が保管しています。この写真に注意してください。まあ、一説によると、針葉樹のような木のようなものが生えているということになります。かなり背の高い木のようなものということになります。もちろん、まだ確認されているわけではありませんけども、植物と考えられます。まあ、一風変わった植物ということになります。これが火星上で発見された植物らしい木ということになります。で、これと同じものが、アイルワースの絵の中に描き込まれていました。注意深くご覧ください。この中央の部分です。この中央の部分を皆さん自身で比較してみてください。順に比較していきます。まあ、植物といってもですね、おそらく
いろいろな種類の植物があるものと思われます。しかし、まあ、この部分だけを見ても、よく似ているというレベルを超えて、同じと私、林博士は判断しました。つまり、アイルワースのモナリザの中に、モナリザの中に描かれている、この奇妙な物体は、火星に生える植物ということになります。つまり、針葉樹に似た木ということになります。この写真の出どころは、ここに皆さんにお見せしておきます。現在は、アリゾナ大学のエデュケーション、教育学部に、所属しているそうです。NASA から出ています。間違いのない写真です。つまり、アイルワースのモナリザの中には、すでに500年前にそれが描かれていたということになります。で、結論ということになります。アイルワースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体です。この物体は上下線対称になっています。そんなところから私はやはり、この下半分は上半分が水面に映った反射であると考えています。そうした絵や写真は公開されています。比較してみるとそれがよくわかります。ですから、下半分がぼんやりとしています。火星とはいえ、水もしくはそれに似た液体がこの辺りにはあると考えられます。その液体に上半分の植物が、火星の植物が反射していると私、林博士は判断しました。つまり、このような絵をですね、写真の形で、描き込むことによって、1500年後のイエスは私たちにメッセージを残したということになります。つまり、いつか、君たち人間は、この絵の中に仕込まれた謎を解くことができるだろう。その時、君たち人間は、1500年後の私、つまり、この私が誰であるかを知ることになるだろう。その日のために、この絵の中に、私は、私のメッセージを残しておくことにする。Jesus Christ, after 1500 years. According to Wikipedia, it writes about Isleworth's Mona Lisa as follows. Shortly before World War I, English art collector Hugh Blaker discovered the painting in the home of a Somerset nobleman in whose family it had been there for nearly 100 years.This discovery led to the conjecture that Leonardo painted two portraits of Lisa del Gioconde, the famous one in the Louvre, and the one discovered by Blaker, who bought the painting and took it to his studio in Isleworth, London, from which it takes its name.第一次大戦の少し前、ヒュー・ブレイカーというアートコレクターが、サマーセットの貴族の家から、その家に伝わる一枚の絵画を見つけた。この発見により、レオナルドが二枚のモナリザを描いていたという推測へとつながった。つまり、ルーブル美術館にあるモナリザと、それにブレイカーが発見したモナリザである。ブレイカーはその絵を買い取り、ロンドンのアイルワースのスタジオにそれを持ち帰った。そのためその絵は、アイルワースのモナリザと呼ばれるようになった。広し林、浜松シティ、ジャパン。
今皆さんにご覧いただいているのは、上がアイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な風景です。下が NASA のマーズキュリオシティローバーが実際に火星で撮って地球へ送ってきた写真です。比較してみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまり上の絵はですね、これは絵ではなくて写真を焼き込んだものであると私、林博士は判断しています。まあ、この辺りに谷もあり、山もありという風景が上に描かれています。そんな点に注意して検証してみてください。目をやや細めてみますとですね、これがただ単なる絵ではなくて、写真のように精緻に描かれていることに皆さんもお気づきになると思います。で、この絵はどのようにして描かれたのか、それを私なりに簡単に実験してみます。これはアイルワースのモナリザの背景に描かれている風景ですね。その上の部分を取り出して、そして火星の実際の写真を下に貼り付けてみます。下の写半分下はですね、これは火星の実際の写真です。で、ややぼかしを入れます。こうしますと、アイルワースのモナリザの背景に描かれている奇妙な、と言いますか、風景に似てくると思います。もちろん、全く同じ場所を探し出すことは不可能と思われます。ともかくも下が今合成で作った写真です。上半分がアイルワースのモナリザの風景から撮ってきた写真ということになります。で、上がですね、アイルワースのモナリザの、まあ、絵の中に描かれている風景です。色を落としてみるとですね、大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。つまりこのようにして、アイルワースのモナリザの背景は、まあ、作られたということになります。そして、そのアイルワースのモナリザの背景にはですね、火星の木と思われるものが描き込まれていました。最近の、まあ、調査によればですね、どうやら火星にも地球上の木に似た植物が生息していることが分かってきました。これがその証拠写真ということになります。現在、アリゾナ大学がこの写真を保管しています。ここに描かれているものは何かということですけども、相当高い地球上の針葉樹に似た木と言われています。これが火星で発見された植物と思われる木です。それと同じものがですね、このアイルワースのモナリザの向かって左側に描き込まれていました。だいたいこんなところにこんなものがあること自体がおかしなことということになります。この奇妙な物体がですね、アイルワースのモナリザの絵を台無しにしているとも考えられます。この部分ですね、この部分に奇妙なものが描かれているということですね。左右を比較してみてください。左は私が消したものです。つまり、このようなものが描かれていること自体がおかしいイコール、それほどまでに重要なものであったからこそ、レオナルド・ダ・ヴィンチはこの物体をアイルワースのモナリザの背景に描いたということになります。明度を上げてみますと、ボコボコとした感じとともに美しい緑が現れてきます。そうです。これは樹木、木ということになります。で、この木はどこの木かということになります。それを皆さんにこれからご覧いただきます。注意深くご覧ください。アイルワースのモナリザに描かれていた木と思われる物体です。右は、ローバーですよね。マーズ・キュリオシティ・ローバーです。それがこのような写真を届けてきました。
まあ、これはあの上空を飛行中に撮られた写真ということになります。そしてその中にはこのようなものが写り込んでいました。先ほども言いましたように相当高い木のように思われます。右が実際に火星上空から撮られた火星表面上の樹木と思われる物体です。まあ木と断定してほぼ間違いないと思います。詳しくはこの続く動画の中で説明しますが、ともかくもこのような物体が映り込んでいたということですね。で、その中の一部とですね、左のまあ、アイルバースのモナリザの中に描かれている奇妙な物体と比較してみます。もちろん、まあ、植物ということになりますから、全く同じものを探すことはできないと思います。それに季節によって、まあ、葉っぱの部分がですね、生い茂り方が違うのは当然かと思われますが、その部分を除いてと言いますか、勘案してもですね、この両者は酷似しているというレベルを超えて同じです。言い換えますと、左のような植物、あるいは右のような植物は、少なくともこの地上にはないのではないでしょうか。つまり、1500年後のイエスの操り人形芸術家を通して、1500年後のイエスは、このような、まあ、写真ですよね。写真をアイルワースの絵の背景に焼き込んだということになります。ここが重要ですから、皆さん自身の目で左と右を比較してみてください。左は一応絵ということになっています。右は間違いもなく写真です。火星上に生えていると思われる樹木、つまり木です。つまりこれら両者は、私、林浩司は同じと判断しました。続いてながら、こんな奇妙なものも発見しましたので、一応報告しておきます。このアイルワースの背景はですね、一般には山と考えられています。これは山ではありません。下へ掘り込んだ崖です。光の方向からそれがわかります。下半分が山に見えるから、山というふうに一般には理解されています。が、私、林浩司は、これは崖と判断しました。で、この部分に奇妙なものが、まあ、描かれているということですね。何やら崖の途中に、まあ、窓のようなものが描かれているということですが、確認はできません。ともかくも、まあ、これはですね、私は絵というよりも、写真から起こした絵というふうに理解しています。部分的に絵のように、まあ、改変されているように思いますが、しかし、写真のように、精緻な部分もあります。まあ、こうした物体が描かれているということですね。で、これは何かということですけども、この下半分は崖ということになるんですよ。山ではありません。先ほども言いましたように、光は右上の方から斜め左下の方に当たっています。ですから、これは崖と判断しました。で、この部分を明るくしてみますとですね、やはり奇妙な左の方ですけども、ものが描かれているように思います。さらに、この部分ですね、上半分はどうやら絵のようにも見えますが、下半分はですね、極めて精緻に描いてあるのがわかります。明度を上げてみるとそれがよくわかります。赤い大地がここに、まあ、描かれているということですね。で、これは私は絵ではなくて、一部、写真であると判断しました。そして、色も火星の色と一致します。これは、マーズ・スピリチュアル・キュリシティ・ローバーがですね、火星から送ってきたオリジナルの写真です。右はアイルワースのモナリザに描かれているオリジナルの色です。比較してみてください。色には手を加えていません。よく似ているというより、私、林浩司は同じと判断しました。いかがでしょうか？続く動画をどうかご覧になってください。いつか君たち人間はこの事実に気がつくだろう。その時、君たち人間は私の正体を知るだろう。と同時に、
君たち人間は君たちがどこから来たかを知るだろう。Bye for now.